はい、どうもゆたです。今回はちょっとエンジンルーム排熱の第2弾でフェンダーダクト編。これを取って、でここがダミーなんで、ダクトが。で、穴開けて風が流れるようにしたいと思います。まずこのダクトを取っていきますね。ここのクリップを3つ取るみたいなんですけど、はい、取れましたね。あとはなんかここはクリップでつながってるだけだって聞いたんで、取れねえな。どうなってんだこれ。全くわからん。どうなっとんじゃい。こうか。怖いな、これ傷つきそうで。一応今こんな感じで取れかかってます。ちょっと傷つくの怖いんで、下だけ養生テープで。おう。大丈夫かな、ちょっと傷ついてないか心配ですね。でここに 1,2,3,4,5,6 って感じでクリップでついてるみたいですね。で多分下のステップがここがついてるんで、それが多分ここが硬かったんですね。こっちまで取れてるけど大丈夫かなこれ。ああなるほど、ここもクリップになってるから押し込めば大丈夫そうですね。こんな感じで取れましたね。でそう、ここ裏がこんな感じで、これこうやってダクトにせっかくなってんのに裏がこれ穴開いてないんですよ。だからここをちょっと穴開けていきたいと思います。でそしてこのボディ、この中から風が来る、熱が来ると思うんで、ここに穴を開けて、でこのダクトからこう風が、熱が逃げるような感じでやっていきます。まずじゃあこっちちょっと穴開けていきましょう。はい、こっち側も。はい、じゃあ一応ダクトの裏側の方はこのホットナイフでちょっと穴を、まあ、切り取っていこうかなと思います。ちょっとホットナイフ初めてちょっと買ってきて今使うんで、
ちょっとやり方がどう正しいのかわかんないんですけど、まあ、なんとなくでやってみようかなと思います。はい。ここはもうさっきちょっと今試しで開けちゃったんで、ここら辺は。すごいやっぱり切れる、熱が入ってるんでやっぱ切れるっすね。難しいな。ちゃんと切れるのかな、俺。溶けてはいるけど。すごい、溶けまくってるな、これ。溶けてめっちゃ臭いな。やべえなこれ。これでもう取れていいはずなんだけどな、はずなんだけどな。取れないな。お、取れた。おー、取れた。おー、なるほど。なるほど、なるほど。見えますかね、これ。じゃーん。こんな感じでダクトが見えますね。ほら。貫通してる。こんな感じで、ちょっと全部、開けていきます。はい。じゃあ今、両サイド側両方とも、こんな感じで、ダクトの穴開け作業が、こんな感じで終わりました。で、あとはちょっとボディ側開けていきますんで、はい、次ボディやります。はい。今ダクトは穴開けたんで、次ボディ側、このなんか安いホールソーセットみたいの買ったんで、インパクトでできるやつ、ちょっと穴開くか心配なんですけど、ちょっとやってみたいと思います。振動でセキュリティが今鳴っちゃいましたね。今セキュリティが鳴っちゃったんで、ちょっと解除したんで、もう一回開けていきます。
りゃ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 、これは折れてしまったな。さっきのホルソー折れちゃったんで、でビットも分解してちょっと取って救出したんで、この新しい35倍だったかな、忘れちゃったな、35ミリっていうのかな、のやつ、これ一つ3300円ぐらい、めっちゃ高いっす。あの安物のやつは6個ぐらいついてて、そんぐらいの値段だったんで、もうちゃんとしたやつなんで多分折れないと思うんで、ちょっと開けていきたいと思いますね。開いたー、開いたけど破片が中へ入ってしまったようだ。暑いかな、暑い、暑くねえか、よいしょ、はい、こんな感じで、これを5個ぐらい開けたいですよね。5個ぐらい開くかな。ちょっともう一発開けてみますか。結構音がうるさいんですよねこれ。1、2、3、4、あんま開けすぎるとなんか剛性も弱くなりそうだしな。開いた。あ、こっちに挟まってる。熱そうだな。熱くねえかな。落っこちてしまった。やばいぞ、これは。意外と、あ、熱い、熱いわ。熱い、熱い、熱い。こんな感じです。あちゃあちゃあちゃ。で、こんな感じでちょっと5個開けてきますね。はい、一応今開け終わりました。ちょっとなんかまばらでブサイクなんですけど、でちょっと錆びるのが嫌なんで、スバルの純正タッチペン塗っていきます。はい、こちらが純正のタッチペン。前から買ってあったんですけど、これ初めて開けました。はい、じゃあ一応今タッチペン塗り終わったんで、あとつけていくだけですね。でここ手当てるだけでもう分かるんですけど、もうすでに熱がここからあったかいです、来てます。なんでこれは結構効果あるんじゃないですかね。ちょっと期待したいと思います。
オーマイガー、ありゃテープが、あー取れた、はーい取れました。あとは前のこのクリップを3つ止めるだけですね。ハンドル切んないとあれかな。はい、じゃあクリップつけていきます。全部で3箇所。よいしょ。はい、着きました。これでもう完璧じゃないですか。はい、一応この前回の動画で作ったここの穴の排熱のダクトっていうのかな、まあ熱が逃げる穴を作ってあげて、ここから排熱でエンジンルーム内の熱を逃がしてあげることによって、あのエンジンルーム内の熱対策っていうことで、ちょっとこれで乗ってみないとやっぱり効果がねどれぐらいかわかんないんで、まあもうここで熱を感じるんで、加工前よりは確実に排熱の処理は効果あると思うんですけど、ちょっと乗ってみてって感じですね。はい、じゃあこんな感じで排熱処理の、加工は終わりになりますんで、はい、ありがとうございます。